はい、今日の昼は、コメダのグラクロです。美味しそう。マックみたいだね。はい、どうも皆さん、チャンネル隊長の隊長ですよ。エミです。はい、ムーカさん、はい、ニュースです。はい、なんとね、僕たちの大好きな知多半島に、はい、僕たちの大好きな、はい、ワークマンさんが、はい、ワークマンプラスを出店しました。やったやったやった、やった、超嬉しい。マジで超嬉しい。地元にやっとワークマンプラスさんがやってきてくれたので、もうすごく嬉しいんですよ今日実は。もう、はい、もうこのテンションですよ。はい、やった、超嬉しい、マジで。はい、ということで今日は夫婦で、あの、ワークマンプラスにお買い物に行こうと思います。はい、いや、初めてなんだよね、ワークマンプラス。ね、私も。ねえ、ワークマンと何が違うのかちょっとまだよく分かってないですけれども、とりあえずプラスってついてるから、まあすごいんでしょうね、きっと。強そう。強いよね、絶対強い。ラブプラスみたいな感じだよね、きっと。あれも愛にプラスしとるけどね、すごい。何言ってんでしょうか。はい、行きます。ワークマンプラスに来ましたね。すごいね、駐車場あそこだけじゃ足りんくって、まさか第二駐車場めっちゃ混んどるわすげえ、こんなに大盛況のワークマン初めて見るわ。楽しみですね、行きましょう。はい、どうもね、ワークマンプラスから帰ってまいりました。はい、いやすごいね、すごい人だったよね。駐車場がね、なんか いろんな場所にあった臨時駐車場が3つぐらいあった。そう、なかなかね、大盛況ぶりでした。ということで、いっぱい買ってきましたよ。はい、早速じゃあ見ていきましょう。はい、この白いモアモアさんは何ですか。これは私の、はい、インナーって書いてあるんだけど、スノーホワイト、スノーホワイト、ベロアでモコモコ、ブラウンもモコモコ、ほらっつって全部反射していくモコモコであったかそうな服です。はい、これ990円、98円です。はい、はい、次いっちゃうぞ。はい、あ、これね、ちょっとあのネットで話題になってたね、あのフィールドコアのね、この防風防寒 4D ウォームパンツだ。ウォームパンツだ。はい、はい、すごいあったかいらしくて、あったかくてめちゃくちゃこの動きやすいというね、もうまさに今のこのワークマン一押しのズボンでございます。はい、こちらが、2900円でございます。はい、はい、いいね、ストレッチパンツは ね、これなんか見やすいよ ね、これ DIY とかさ、なんかそれだけじゃなくて普通にね、とかお出かけするときでもかけちゃいますね、うん、この素晴らしい。これいろんな色あったよね。あ、そうそう、なんかいっぱいありました。5、6色あった気がする。うん、全部集めてゴレンジャー合わせでできるかもしれない。やろうかな。うん、はい、はい、これはなんだ、なんだこれは。嫁用だね。嫁用で、これも裏起毛なんだよね。これもね、すごい今ワークマンの超あったかいよ。売れ筋、綿防風フルジップパーカー、ウィンドープルーフコットンフルジップパーカー、そのままですねこれね。はい、これもフィールドコア、袖がね、あの二重でゴムが入ってる。これあったかそう、なんかスノボの服みたいな、うん、そうだね。はい、じゃあね、次はね、はい、こちら出た、はい、ニット帽でございます。これね、僕のこのニット帽、これね、すごいあのあれなんですよ、クレームがいっぱい来てて、もう毛玉がすごい、もう毛玉だらけで、もういい加減に買い替えろって言ってね、すごいクレームが嫁の方から来てて、はい、もう今日からいやうしまったタグが。はい、これ靴です。靴いいの、すごいでしょこれ、しっかりしてるでしょ。で、ね、中もう見てこれね、あったかそう、あったかいのよこれ、もう、あ、すっごい、ちょっと手入れてみ、誰かが入ったかもしれない。いやいやいや、大丈夫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 、それはないと思う、だって今日回転したばっかりだぞ。そっか、うん、あったかー、ね、いいな。じゃこれのさ、レディースがないんですよね、うん、ちょっとワークマンさん、ぜひ、そうですね、ぜひお願いします。はい、毛足の長い裏ボア仕様であったかい、履き口に厚めのクッションパッドを搭載、これが
1900円です。安いマジで安いよ。マジで本当にこれのレディース出してほしい。これ最強でしょ。やば。そしてね、本日最後これ今から出すやつ、今ワークマンでね一番推してる上着になるんだけど、マジで見ててほしい。はい、こちら。はい、じゃーん。はい、来ました。これね、またこのワークマンのこのフラッグシップブランド、フィールドコアの、これはね、これすごいですよ。超撥水、撥水、防風、リップストップ、保温、3D カット、反射材付き、フード取り付け可能、ペン差し付き。あー、なるほどですね。あとこれまたすごいのが、やっぱ撥水ってこう、ね、何回も使ったり洗濯してると撥水効果取れちゃうじゃないですか。取れますよね、うん、これドライヤーの風を当てると復活らしいです、ここに書いてあった、初めて知ったもうドライヤーで温風を当てると撥水効果が戻りますだって、そうなんだ、すごいっす ね、これおしゃれでしょ結構、うん、で後ろのここ真ん中にね、これだね、これが反射板ですね、すごいっすね、安全第一。ディアマジックダイレクトっていう素材らしいんですけど、ソフトで着心地の良く、耐久撥水加工です。水を弾きやすく、汚れがついて持ちやすい加工をしています。でこれまたキャンプの時とかね、火をね、火を焚くって言いますか、なんて言うんだ、焚き火とかするじゃないですか。焚き火をね、火の粉飛んでくるじゃないですか。そういう火の粉でも耐えるらしいですよ。強いですよ。なんかめっちゃはい、壺に入ったみたいですけども、はい、焚き火とかのね、火の粉とかでも耐えてくれるという、そういうね、すごい丈夫な生地らしくって、これがなんとね、お値段3900円っていうね、すごいよね、また低価格。ワークマンすごいよね、もうなんかすごいさ、もう高性能で、しかもね、結構最近だいぶおしゃれ志向にもなって、でそれでこの値段帯もみんな安いんで、いや本当マジまだワークマン行ったことない人に行った方がいいと思うね。おすすめですね、はい。ちなみにね、これワークマンいや今来てる、これ今思い出した、これワークマンで買ったやつ、マジで、うん、3ヶ月ぐらい前に紹介するだけじゃあれなんで、はい、僕らも実際着てみようと思います。はい、メイクアップ。エントリーナンバー114番、ムーカさん。中はマシュマロのようにあったかい、あったかいやつ着てます。そしてその上に着ているのが、いっぱいズボンの入る緑の大きいやつです。いっぱいズボンの入る？いっぱいズボン入るじゃない、間違えた。このポケットがとても大容量というね、あったかいやつでございます。あ、いいですね。ガンガンポーズ決めちゃって。あ、決めてますね。あ、すごいですね。ちなみにこのジーパンは、島村らしいです。はい、上半身ワークマンです。半分ワークマンですね。これでも裏肝であったかいやつだよ。あ、そうなの、うん、これはこれは島村のはダメだ今日は今日はワークマンの話をしているんだ。はい、そう、上半身ワークマンっていうね、まあそんな感じでございますけどね。なんかどう、あったかい、それあったかいですね。あ、いいですね、着崩しスタイル、あったかいですね。あったかいですね。あ、いいですね。もこもこオンもこもこだからね。もこもこオンもこもこ、最高のやつ、最高のやつ、はい、いいですね。おしゃれ魔女ラブ&ベリー、これもデザイン、はい、そうっす、これもデザイン、はい、剥がし忘れました。今日そんな風強かったっけどうですか、いいんじゃないですか。めちゃくちゃあったかいこれね、めちゃくちゃあったかいの、これ見てこれやばいね。俺が使ってるバスタオルよりもいいよ。もっこもこじゃん。もっこもこやで、これウサギよりもっこもこじゃん。うん、いい勝負しとるわ。で、ポケット、ここもほら、ここに、うん、ほら、ポケットが、あ、こっちはないよね。左側にこういうポケットがあります。はい。もうセイロガン詰め放題。やったね。ね、もうセイロガン詰め放題だから、いつでもお腹壊せる。ね。で、こちら、はーい、あったかいポケットもこれ。僕の手がね、この状態でもう、はい、入る。入る。入る。めちゃくちゃ入るこれ。あったかい。
物もいっぱい詰めれるしね、うん、これポケットで手突っ込んだままいったらねダメですけども、うん、全然歩けちゃいます。はい、でこれそれはかぶんない方がいいな。本当怪しいよ。怪しいし雪男みたい。雪男だから。で、まあ、そんな感じで雪男ごっこもできる。お得。はい、チェックしてます。ここはお布団ですか。ここはお布団ですかと言わんばかりのあのあったかい世界が待っております。靴、はい、1900円。はい。そしてこのパンツ2900円。上3900円。いくらだっけ。300円だ。マジか、これ300円というわけで皆さん、ワークマンプラスの商品はいかがでしょうか。あのね、僕はね、最高です。はい。まあ、ワークマンが最高ってことは、もう僕は10年以上前に気づいていましたが。というわけで皆さん、また次回お会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか斬新だね、僕がこうやって最後こうやって一人でこうやって手に振って目指してそうだね。